宮城県名取郡の範囲名取郡は宮城県にあった郡。1878年に行政区画として発足した当時の郡域は名取市、岩沼市、仙台市大白区及び青葉区の一部、若林区の一部の区域にあたる。なお、岩沼市の例外となっている区域は1947年に渡り郡から編入されている。また、 仙台市青葉区新川は1955年に宮城郡に編入されている。7世紀に設置されたと推定される。かつては和道6年に道の区国に二鳥軍を置いたとする、俗に本気の記事が名取を単取と呼気したものだとする説が有力だったが、現在では否定されている。天平元年11月15日の日付で、 道の区国名取軍から昆布を収めた時の二札の木管が平城宮から見つかっている。また、軍の字は付されていないものの、氷山遺跡から出た弾きの月に名取と記されたものがある。名取の文献上における書見は、俗日本記、天平神後2年12月30日上にある名取龍馬路の改正記事である。名取軍としては、 神後慶雲3連3月13日上にある、名取軍の人君小部老人の改正記事が最も早い。元は、名取川及び、支流の広瀬川が宮城軍との境であったが、西方では、両軍の境界は曖昧で、秋保里のように所属が明確でない地域も存在した。近世初期には、仙台城付近で、広瀬川支流の辰野口沢が境界線となり、 仙台城は、宮城郡へと編入された。江戸時代には、北方、南方に区分された。1、岩沼町に、増田村3、茂ヶ崎村4、六号村5、東高村6、下増田村7、関、越村8、玉穂村9、仙間村10、愛島村11、高立村12、中田村13、西高村14、おいで村15、秋穂村。 ありがとうございます。